最悪や。最悪。お前誰やねん。ちょ待って。まず悲観させてや。ああ、ええよ。うん。最悪や。最悪。終わった？え？ああ、うん。お前誰やねん。路上生や。どないしたん？な、はじめカゴに入れてもらったんやけどな、途中でいらんようになったんか、その場でいきなり手放していきよってん。俺そんな気持ち悪い？まあ、かわいそう。難儀やな。気づいたらここおってん。え？覚えてへんの？いや、そのままレジ行くもんや思ってたから、ほけーっとしとってん。後から思い返せばこれはいきなり手放されたんやなって。しっかりせえよ。ほんでも嫌になったからって、こないなとこでほっぽり出すお前やろ。俺よっぽど気持ち悪いんや。いやまあお前に問題はない思うで。問題あるのは置いてったやつの親やわ。あ、親まで遡る？そんだけ根深い問題や。こんなんできる人は一族老頭やってるわ。なんてみみっちいこう積み重ねてんねん。ランドセルの重さぐらいは合成を合わせてほしいな。松江にサンボセル売れるやん。まあ手放すにしてもせめて同じカテゴリーの商品棚に戻してほしいよな。常温のとこに氷冷蔵って。そいつにとったら戻したつもりなんちゃう？店内に置いたらもうどこでもええねん。スケールでかっ。モンゴルで育ったん？せやから遊牧民はみんなサンボセル引きずってんねん。引きずってへんわ。普通に嘘つくなや。いや、戻してる意識もない思うよ。話したらしまいや。糞尿垂れ流しながら立つ通りや。あと濁しまくりやん。それより自分、氷冷蔵やろ？大丈夫な？あ、そうやねん。俺常温わかんねん。もうちょっと遊っとでダメなってまう言うのに。ああ、大事に大事にされてきた温室育ちなんや。いやもう冷蔵やのに温室とかややこしな。ごめん。こんままおったら商品価値なくなってま。辛いな。もう誰も取ってくれんやろうし。え？まだ冷えてるうちは望みあるやろ。ないよ。考えてみいな。このご時世、ただでさえ他の人が触ったもん触りたないのに、ここに置いてくような衛生意識のやつやで、手荒てるわけないやん。髪もベッタベタやろな。そいつ絶対家賃滞納してるやん。あ、わかった。家賃払われへんようになるから、お前のこと置いてったんや。あ、全部繋がったやん。全伏線回収されたやん。お前がワンピースやったんやな。荷が重いわ。こんなん言うてるうちは誰も取ってくれへんな。これ店員が気づいてくれたりせんかな。さすがにずっとおる言うことはないやろ。気づく言うても棚卸しの時ぐらいちゃう。その時にはもうじゃんや。もう諦めるしかないわ。なんなんほな、もうええわ。下ネタめっちゃ言ったろ。お前の自暴自棄かわいいな。それより俺らも俺らでなかなか取っていかれへんな。この時間やともう割と持ってかれてる方や思うで。あ、ほんまやな。あ、そういえば一回カゴに入れられた気するんやけどな。え？いやもうカゴに入ったらもう一旦集中切れるからな。曖昧な記憶や。あれ？え？え？もしかしてお前ら。お前誰やねん。めっちゃ怖い話や。ありがとうございます。くだらなな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 。